ちぼち始めますか。ここはビシッと決めときますか。遊びは終わりだ。覚悟せよ。うりゃ、うわ、うりゃ、終わらせるぞ。私にだってできるんだから。派手に決めるとしようか。わしのためにしっかり働いてもらうとするかの。命が惜しくば、のくがよい。ここはビシッと決めときますか。踊るな。なんだと。遊びは終わりだ。覚悟せよ。わしのためにしっかり働いてもらうとするかの。遅い。ぼちぼち始めますか。ここはビシッと決めときますか。
なんだと。なぜあの方を追放なさったのですか。罪人を裁くのか、私情を挟めというのか。それこそお父様の私情でなさったことではありませんか。私とのことがそれほど気に障ったのですか。執政官であるこの私が私情で刑を決められぬことはお前も知っているはずだ。確たる証拠があったからこそあれは裁かれたのだ。確かに判決を下したのは私だが、裁かれるべきかどうかその判断をしたのは私ではない。ですが、もうこの話は終わりだ。いくら親子とはいえ政治に口を挟むのは出過ぎた真似ではないか。議員でもないお前はただの一市民に過ぎぬ。そのことを忘れるな。ぼちぼち始めますか。ここはビシッと決めときますか。決めるとしようか。死ぬ覚悟はできている。ここはビシッと決めときますか。
遊びが終わりだ。覚悟せよ。さすがに答えるわ。これほどとは定めとあらば受け入れねばの。終わらせるぞ。俺の出番の手か。遊びは終わりだ。覚悟せよ。惜しくば、のくなよ。ここはビシッと、決めときますか。決めるとしようか。ぼちぼち始めますか。ここはビシッと決めときますか。
どうだ。派手に決めるとしようか。死ぬ覚悟はできている。ここはビシッと決めときますか。エルフのお嬢さん、その見目麗しいお姿を拝見させてくださいませ。あれだけ寒い寒いって文句言ってたのは何？ほんと調子いいんだから。兄弟、あれを見ろ。あれだって新緑に咲く深紅のバラだ。確かにあの方こそ我らが探し求めていたこの森に眠る宝。待て、あれを見ろ。なるほど、美女に群がる野獣ならぬモンスター。これって
お約束ってやつね。お嬢さん、今助けに参ります。え、あ、ちょっと。お嬢さん、俺たちが来たからにはもう安心だ。怖かったでしょう。お待ちください。あのようなモンスターすぐに片付けますから。なんだ。弟よ。兄じゃ。勇者の心得一つ。女性と見たらまず口説け。一つ。老いも若きも無分別。一つ。褒めるときは嘘偽りなく真実を述べるべし。一つ。緊急なので以下略。最後に、女性に対して絶対にしてはならないことは。それは悲しませることは言うに及ばず、いかなる理由があれ女性に手を挙げることだ。俺たち決まった。何なんだこいつら。何モンスター相手に大見え切ってるの。本当の本当、頭痛い。さあお嬢さん、ここは俺たちに任せて下がっていてください。行くぞ。王座。命が惜しくば、のくがよい。小賢しい。くだらん。くれって。ここはビシッと決めときますか。ここ死ぬ。踊るな。覚悟せよ。はっ。遅い。終わらせるぞ。私にだってできるんだから。派手に決めるとしようか。
経っても俺ってやつは三枚目だね。くだら小賢しい。さすがに答えるわ、定めとあらば。受け入れぬわろう。あれしき、わらわとしたことが油断したか。覚悟はいいな。気が利くではないか。派手に決めるとしようか。いやー効くね。そうだ。俺の出番ってか。くだらん小賢しい。小賢しい。やるな。少しばかりやばいか。これ以上は。少しばかりやばいか。らしくないな。こんなドジ踏むなんてさ。遊びは終わりだ。覚悟せよ。では後でたっぷりとしてやろう。おそう。ここはビシッと決めときますか。甘いな。あんがたよ。そこ。
せるぞ。わしのためにしっかり働いてもらうとするかね。踊るな。サクッと終わらせるか。終わらせるぞ。少しばかりやばいか。これでいい。これで。らしくないな。こんなドジ踏むなんてさ。遊びは終わりだ。覚悟せよ。余計なこと。案が出よう。派手に決めるとしようか。遅い。そうだ。わしのためにしっかり働いてもらうと。俺の出番ってか。たまにはいいとこ見せないとな。そこ甘いな。おいおい、いつまで立って勘弁してくれって。俺ってやつは三枚目だね。らしくないな。こんなドジ踏むなんてさ。遊びは終わりだ。覚悟せよ。終わらせるぞ。聞くね。おいおい、いつまで勘弁してくれって。俺ってやつは三枚目だね。さて、楽しませてもらおうか。アンガだよ。いやー、聞くね。私にだってできるんだから。命が惜しくは泣くなよ。遊びは終わりだ。覚悟せよ。派手に決めるとしようか。
がしはしないさ。サジン、前。これでどうじゃ。目障り。消えろ。んじゃ、本気で行きますか。私めはウィンフィールドと申します。私めはトーマと申します。以後お見知りおきを。はあ、ふざけてるのか。こやつらのことは気にするでない。つかぬことを伺います。エルフの里への道を知っていますか。なんでそれを。知っているのですね。でしたらエルフの里まで案内してください。冗談だろ。なんで私が見ず知らずのあんたらを案内しなきゃならないんだ。こうして見知ったからには俺たちはもう赤の他人ではありません。ここは一つお互いのことをよりよく知るために熱い抱擁でも。あんたは黙ってな。余計なことしやがって。あれで恩を売ったつもりか。言っとくけどな、誰も助けてくれなんて頼んでないんだ。エルフの里でも何でも行きたきゃ勝手に行けばいいだろう。お願い、私たちどうしてもエルフの里に行かなければいけないの。あんたハイエルフか。何と言われようと嫌だね。ふざけていたのは謝る。俺たちも必死なんだ。ここにいるウィンフィールドはマキの所持者だ。そう言ってもわからないかもしれないが、今もマキに肉体と精神を侵されている。それだけじゃない。マキが魔王と呼ばれる者の手に渡れば世界は破滅する。だからマキをもう一度封印するか破壊するかする必要がある。そのためにはエルフの里へ行き話を聞かなければならない。俺たちだけのことじゃない。この世界に関係することなんだ。頼む、案内してもらえないか。金。何？だから金だよ。まさか案内させるのにタダでなんて考えてないだろうな。もちろんそれ相応の報酬は支払います。後で金が足りないなんて泣き言は聞かないからな。覚悟しとくんだな。それと案内するのは入り口までだ。それで構いません。よろしくお願いします。行くぞ。